俺の番だな。えいっ、ええ、そこ、よし、そこ。甘いね。立ちくれ、任せてくれ。やっと、よし、もう大丈夫だ。行くよ。よし、やあ、私の番ね、そこ。よし、やっ、やっ、まだまだいける。結局ここまで歩いてきたか。グエルさん、ワチ君、大丈夫？ええ、心配ご無用です。僕も大丈夫だけど、支援課ってほんと水凶だね。素直に車とかバスを使えばいいのに。トレーニングにもなるし、一石二鳥で。それにしてもエリーは本当に体力ついたよな。最初は街道を少し歩いただけで青息吐息だったのに。誰かさんたちのおかげで鍛えられましたから。それでどうするの？早速町長さんを訪ねて。ああ、町長の家は町に入って。
クロスベル。よう、君たち。わざよう、しばらくぶりだな。皆さん、ご無沙汰しています。ガンツさんの方は、体の調子はどうですか？ああ、特に後遺症とかもなく、元気でやってるよ。本当にありがとう。改めて礼を言わせてくれ。元気そうで何よりです。それで、急鉱山というところで魔獣が発生したとか。ああ、町の近くにある数十年前に廃校になった大昔の坑道。まあ、立ち話もなんですし、そちらに座ってくださいな。今、お茶を入れますから。封鎖されていた入り口の扉が破壊されていた。ああ、数十年前のものだが、とても頑丈な扉だった。それが何者かに壊されているのを町の人間が発見してね。2日前には異常がなかったから、多分壊されたのは。まったく、ふざけたことをしでかす野郎がいたもんだぜ。気になりますね。それで中を覗いてみると、魔獣。でもまあ、昔の行動跡とかなら魔獣がいてもおかしくないよね。いや、あ、そうじゃないんだ。おかしいと思ったのは行動そのもの。なんつうか、ぼーっと光ってるんだよ。壁そのものが赤紫色の光に染まっているというか。それは確かに不気味です。数十年前の行動となると動力灯もなかったはずだ。何が原因で光っているのか確かに気になりますね。ああ、町に実害はないんだが、さすがにちょっと気になってね。お忙しいかとは思ったんだけど、連絡させていただいたの。事情は分かりました。扉が破壊されたということは事件性があると見ていいだろう。早速様子を見てこよう。ええ、分かったわ。了解しました。興味深そうな事。ありがとう。よろしくお願い。ガンツ、皆さんのために道を開けておい。ああ、そんじゃ先に行ってるから、準備が済んだら来てくれよな。よかった。ああ、君はただ相変わらず休みの日にはカジノですって帰ってくるよ。そうなんですか。ま、身を持ち崩さなければ問題はないと思い。そうだ、急鉱山というのは。ま、ええ、少し下ってから北西に登った先にあるわ。何が原因かわからない。くれぐれも気をつけてくれ。
ええ、こちらですね。これが破壊された扉か。確かに何かで断ち切られていますね。ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。で、ここが急降山の。この光。なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。ヤバそうな魔獣もうろついているみたいだね。ああ。どうする、ロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと。そうですね。捜索の手も増やせますし。いや、まずは俺たちで。手に負えそうになかったら警備隊に応援を要請する。分かったわ。了解しました。まあ、それなら準備は万全に。多分ここを調べ始めたら他を回る余裕はなくなるだろう。どうする。それじゃあガンツさん、ちょっと調べてくるのでここで待っていてください。ああ、危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。これは確かにちょっと普通じゃん。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど、それに何かしらこのよどんだ空気は、うん、正気のためかもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。えマジか。ちゃんと同じようなことを。あの子ほどじゃないけど結構霊感はある方でね。どうする、このまま奥を調べるのは結構ヤバそうな気がするけど。そうだな。な、何かしら。この音は。いけない、皆さん下がってください。何が。おい、あんたら大丈夫か。聞こえたら返事してくれ。ダメだ、声が届いてる様子がねえ。とにかくみんなに知らせねえと。聞こえますか。聞こえたら返事をしてください。ダメだ、完全に塞がったみたいだな。でもどうしていきなり。崩落する直前何か音がしてたみたいだけど。そういや、どうして君は崩落するのが分かった。あ、かすかに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。火薬、そういえばかすかに焦げ臭いような匂いがするね。でも火薬なんて最近ではめったに使われないはずだし、昔鉱山で使われていた葉っぱが爆発してしまったのかしら。いや、いくらなんでもこんな場所に残っていないだろう。多分爆薬を使ったトラップが発動したんだと思う。トラップ。でも確かにそうとしか思えないかも。ジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。ひょっとしたら近くに潜んで遠隔操作で爆破したかもしれない。でも誰がそんなことを。まさか入り口の扉を破壊した。ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど完全にはめられたみたいだ。大丈夫ですよ。
エニグマがあるわけですし。これって多分動力波が届いていないアラートかも。密閉された場所だと届きにくいってマニュアルに書いてあったよ。そうなんで。やれやれ、そう都合よくはいかないか。仕方ない、こうなったら先へ進もう。もしかしたら別の出口が見つかるかもしれないし。下手にここに残っていたらまた爆破されるかもしれない。そうですね、遠隔操作の可能性もありますし。外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいい。やれやれ、とどまるは地獄、進むは苦難といったと。君たちといるとほんと退屈しなくて済むな。その減らず口、今は心強いよ。補給はできない。とにかく力を合わせてなんとかこの場を切り抜けよう。え、いや、了解です。一気に落とすよ。了解。
さてと、出世せい、任せてくれ。やっと、さてと、はい、よし、はっ、僕の番か。引け、せい、俺の番だね。もう大丈夫だ。
落とすよ。今だわ。みんな。行くぞ。ついディア。まだまだいける。みんな、チャンスよ。いいね。
った。まあまあだったね。お疲れ様。一気に落とすよ。了解。チャンスだ。よし。よし、上出来だ。さすがですね。やっと。一気に落とすよ。了解。私の番ね。はい。行くわ。先生、はい。はい。やあ。バースト発動。了解。そこ。任せてくれ。やっ。やれやれ。やれあたしの番です。そこ、私の番ね。行くぞ。やっと。先生、行きます。はさて、はっ。行くぞ。やっ。まだまだいける。よっ、任せてくれ。やっと。
その程度じゃ俺たちは止められない。敵先生、気をつけなよ。了解です。任せてくれ。えいっと、やれやれ。先生、行きます。そこ、俺の番だな。せい、でや。行くよ。よし、せい。よし、は。皆さん、お疲れ様でした。こうしてみると、この紫の光は苔にキノコが多いみたいだけど、どう考えてもただの鉱山跡とは思えないような場所ですよね。光る苔というのはどこかで聞いたことがあるわ。ゼムリア苔という名前で薬にも使われるそうだけど。へえ、そんなものがあるのか。でも聞いていた色とは全然違う別の種類かもしれないわ。いや、ゼムリアゴケで合ってるよ。え？本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど、たまに視聴脈の影響を受けて色を変化させることがあるんだ。そうだったの。ちなみにキノコの方はホタルダケって種類だね。こちらは本来緑色の光を放つし、ここまで巨大化することはない。どうやら七葉脈の流れに何らかの異常があるみたいだね。七葉脈の流れの異常ということは、トラップを仕掛けた犯人と入り口の扉が壊されたのは昨日。一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないし。まあそう。でも和治君、すごく博識だね。どこで仕入れた知識なの？ああ、最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ、店で差しつ差されつしてる時に
いろいろ教えてもらったってわけ。聞くんじゃなかった。はあ、そんなことだろうと思ったよ。いくらホストの仕事とはいえ、未成年でお酒は感心しないわね。人聞きが悪いな。あくまでノンアルコールのカクテルなんだけど。本当かよ。
さてと。やっ、僕の番か。消せ。よし、やっ、よし、そこ。さてと。俺の番だな。えい、はっ、ぐっ、シュシュ、はっ、はい、そこ、任せて、そこ、任せてくれ、よっ、はっ、ぐっ、ふぅ、みんな、大丈夫か。やれやれ、怖いもの知らずだな。そこ、行くよ。さあ、パーティーの始まりだ。いった、それ任せてくれ。よし、はっ、えい、へい、上出来さくら、やるじゃない。よし、ついに、やっ、私の番ね。えっ、行くよ。キュキュ、行きます。はっ、あっ、任せてくれ。せい、はっ、行くよ。シュシュ、ガッ、あっ、えい、そこ、行くぞ。せい、はっ、はい、そこ、甘いね。僕の番、先生、さてくれ。俺の番だ。えい、はっ、甘いね。やれやれ、時間の無駄だったな。
よし、一気に行くぞ。ブレザー、やっやっ、さてと、はっ、僕の番か。シュシュ、さてと、それ、よし、やあ、行くぞ、えいっと、任せて、行くよ、私の番ですね。
そこ？私の番です。ごめんなさい、先に行くわね。落とすよ。やっはっ。ベイ、ヘッ。さてと、シュシュッ。はい、そこ。ベイ、やっ。よし。セイ、はっ。まだまだいける。落とすよ。せいはっ。任せて。やっ。僕の番か。シュシュッ。せい。よーし。そこ。えい。やっ。任せてくれ。せい。と。行くよ。シュシュッ。いい夢は見られたか。やっこ。奇襲成功。チャンスです。セット。行くよ。先生。今だ。レンタル。さてそこ。さ、
急ぎましょう。私の番ね。そこ。
ね。私の番ね。よし、やっ、やっ、迎撃完了。みんな先に進もう。Thank you.
まずいね。立て直さないと。甘いね。面倒だな。すまない、みんな立て直さないと。甘いね。やれやれ。
僕の番か。無駄だよ。よし。さてと。やれやれ。よし。やろう。
俺の番だな。さてと。はい。任せてくれ。どうやらこの急鉱山の終点みたいだな。抜け道の類はどうしましょうか。そうだな、危険かもしれないけど入り口に引き返すしかなさそうだ。坑道内を調べた限り他にトラップはなさそうだし。しかし消せないね。結局入り口を破壊してトラップを仕掛けた犯人は何がしたかったんだい。そうね、この異常な内部についても直接関係はしてなさそうだし。ひょっとして人形工房を訪ねた人たちとか。あ、うん、確かにかなり怪しげな連中だったよね。そうだな。タイミングからして可能性は高いかもしれないが、ただ動機がはっきりしないから確信は持てないけど。そうね、の仕業なんでしょう。仕掛けられたのが昨日で、支援課に連絡があったのが今日。まるで俺たちを直接さすがに考えすぎか。ロイド、大丈夫ですか。いや、とにかく一旦ひょっとしたらガンツさんが応援を呼んだかもしれん。ん、あれは上だ、気をつけろ。何？うま、魔獣。なんだこいつは。普通の魔獣じゃない。とにかく気をつけて。奪っているのか。まずいね。クソ、エリーとノエルだけでも。そうですよ、みんなで切り抜けないと。
俺の番だな。 直さないと。エニグマ駆動。
まだやれる。エニグマ、駆動。ただの魔獣じゃなかったみてえだな。ま、なんとか倒せてよかったぜ。さすがランディ先輩。やれやれ、大した戦闘力だね。本当に助かったよ。でも一体どうして。いや、リハビリ訓練が完了してようやくお役御免になったから、昼過ぎに支援課に戻ったんだ。そしたらお前らがマインズに向かったって聞いてな。せっかくだから追いかけたら、ちょうど騒ぎになってたってわけだ。そうだったのか。それじゃあひょっとして崩落していた入り口も。ああ、マインズの行員が総出で撤去してくれたぜ。それで俺だけ先行してお前らを探そうとしたら、ひょっこりこいつまで現れてここまで連れてきてくれたな。そうか、やれやれ。
相変わらずとんでもないね。サイト、ありがとう。これはお礼にお肉でも買ってこないと。おーい、大丈夫か。よかった、無事だったみてえだな。おかげさまでね。急いで駆けつけてくださってありがとうございました。いや、もともとこちらがあんたらに頼んだことだからな。しかしまさか休耕山がこんなことになっていたとは。俺たちのひいじいさんあたりが掘っていた坑道だよな。こんな風になっているなんて。そもそもどうしていきなり入り口が崩落したんだよ。とりあえず一旦町に戻りましょう。町長さんへの報告と合わせて起きたことをすべてご説明します。いやー、ここに来る時にも思ったが、ほんといい車だよな。こんな車を自分で持てたらナンパし放題じゃねえか。あのな、足に頼るようじゃ君もまだまだなんじゃないの。ほら、ノエル、同じ警備隊出身なのに白状な。すみません。そういや、ランディ、課長からスペアキーを借りてこの車に乗ってきたんだよな。いつの間に動力車の運転ができるようになったの。ああ、訓練の合間に一通り覚えちまったよ。お前らも暇見て覚えろよ。なかなか便利なもんだぜ。そうだな。今後のことを考えると覚えて損はないかもしれないわね。うん、僕はどちらかというと運転してもらう方がいいけどね。あ、目的がはっきりしないのが余計に不気味な気がするわね。あの爆薬もどこで調達したんでしょう。警備隊でもほとんど使われていないものですけど。大方休耕山に残っていた葉っぱを使ったとかじゃないの。ま、僕も火薬についてはあんまり詳しくないけどさ。いや違うな。へえ、何か知っているの。入り口のあたりに漂っていた硝煙だが、調合されて 1,2 年くらいの新しい爆薬の匂いだった。しかもかなり高性能のやつ。そうなのか。でもよくご存知ですね。火薬を使った重火器は完全に廃れたわけじゃない。正規軍じゃめったに使われないが、未だに好んで使う物好きもいる。特にイエーガーあたりな。まさか。あくまで可能性の話さ。ちなみに今火薬式の重火器が一番使われてるのはエレボニアだ。今もラインフォルト社がラインナップを残してるから。そうだったんですか。さすがに詳しいね。
ああ、昨日のこともあるしな。なんだ、なんかあったのか。ええ、実は。あの遊び人、エレボニアのスパイかよ。どう考えてもただものじゃないとは思ったが。単なるスパイというより情報将校と言うべきだろう。通商会議を前にして情報収集をしているだけかもしれないけど、どうも一緒にいた赤毛の子が気になるんだよな。あの子ね。君にとってはトラウマになったみたいだね。なんだなんだ、まさか色。その実は。へえ。あの子の話はやめましょう。まったく、イリアさんにセクハラされるリーシャさんの気持ちが分かった気がするわ。すごい説得力だな。でもいつの間にか懐に入り込まれていたし、ただの民間人じゃないのは間違いないと思う。そういえば西クロスベル街道で会った人も帝国方面から来たんですよね。あ、そういえばあの人も赤毛だったっけ。ああ、言われてみれば。レクター隊員とあの子は赤毛でも色合いが違ったけど、考えてみればあの子と赤眼の男はそっくりな色だったかもしれない。ほら、ひょっとつまり俺の赤毛もそいつらに似てるってわけ。あ、もしかしなくても心当たりがあるみたいだね。まいったな。そうきたかよ。なあ、とこんな時に。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。バニングス、私だ。ああ、ダドリーさん出張と聞いていましたが、お戻りになったんですね。ああ、昼過ぎにな、エマ君から話は聞いた。世話になったようだな。いえ、気にしないでください。それよりも何かあったんですか。ああ、一応お前たちにも伝えておこうと思ってな。ルバーチャー土地の新たな所有者が決まった。クリムゾン商会という会社だ。クリムゾン商会。ヘイユーではないんですか。連中の裏をかくようにして電撃的に契約が結ばれたらしい。どうやら帝国方面からの裏工作もあったらしいな。帝国方面から、一体どういう会社なんですか。ゲートでノイエブランという高級クラブを経営している会社だ。その支店が1年ほど前にオープンしている。その会社がクロスベルに本格的に進出して。ですが当然ただの会社ではないんですよね。ああ、オルランドはそこにいるか。ランディですか。ええ。クリムゾン商会については奴からまた夜にでも連絡する。あ、何やら気な臭そうな話をしてたみたいだけど。なるほどな、ルバーチェの跡地を狙ったか。ノエル、町に着いたら歓楽街に寄ってくれねえか。裏通りの手前まで頼む。それはランディ、クリムゾン商会っていうのはどういう会社なんだ。ああ、高級クラブノイエブランを経営する帝国籍の会社。しかしその実態は両兵団赤い星座が持っている資金調達用のダミー会社だ。用事も済んだし、そろ。せいぜい気
けて。僕の方はこのままお役目に入らせてもらうよ。せいぜい頑張りたまえ。そうそう、今回の計画での我々の割り振りが決まった。こちらの方は私とナナチュンが担当することになりそうだ。へえ、あの人が来るのか。ま、今回はいろいろと面倒な連中も動きそうだし、いい判断かもしれないね。そういうことさ。それとアストラルコードの運用レポートも頼んだよ。低レベルのネットワーク環境でどこまで進化を発揮で。はいはい、暇な時にまとめておくよ。それでは大いなるマスターのために。偉大なるマスターのために。それじゃあ誰も見ていないけど、おや、執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これよりマスターの代理として減塩計画の見届けを開始する。おじき、シャーリー。久しぶりだね、ランディに。2年ぶりか。変わってないよな。ランディ、昨日の人たち。怪しい連中が揃い踏みか。やっぱり彼氏、このおっさんの身内だったか。そっくりな髪の色だったから、まさかとは思ったけどよ。レクター隊、どうしてあなたがここに。今回の買収について何か関係しているんですか。ああ、ちょいと裏コース。いやあ、なんとかヘイウェイのメガネを出し抜けてよかったぜ。楽しみだな。東方人街の時は撤退したけど、今度は思いっきり遊べそう。東方人街、去年カルバードでヘイウェイとやらかした戦争か。なあおじき、どうしてクロスベルに来た。一体何をするつもりだ。ビジネスに決まってるだろ。それよりもランドルフ、貴様に伝えておくことが兄貴が言ったぞ。半年ほど前だ。西風の頭と相打ちだった。
年の宿敵同士である刀身と両兵王の決着。最後まで戦いながら行ったってこと満足そうだっただろう。うん、すっごく楽しそうだった。いいな、シャーリーもあんな相手が欲しいよ。まあ、兄貴も悔いはないだろう。どこぞで迷ってる負傷の息子のこと以外はな。休暇は終わりだ、ランドル。いずれ話があるから体を空けておくがいい。またね、ランディに。スンちゃん、お疲れさん。ランディ、ランディ先輩。あの二人、ランディ。赤い星座の副団長シグムントールランド、その娘で部隊長の一人シャーリー・オルランド。俺のおじきといとこで最強最悪の戦機どもだ。以上が明日から3日間の通商会議の警備体制となります。市内に関してはジョリッジ課長、ドノバン警部、広域防犯課では総員を市内巡回に当たらせている状態だ。会議終了まではフル稼働だな。二課は駅、空港、商業区画を特に重点的に警戒しているぜ。
ちらの会議終了までは総員で当たることになりそうだ。なお警備対策本部は捜査一課で運営している状況です。考えられる限りの非常事態に対応できると自負していますが、どんなに厳重な警備体制も決して完璧ではありえない。そこでうちの出番ってわけだ。ええ、お伝えしているようにセルゲイ課長には障害担当として対策本部に詰めていただきます。警備隊方面との連絡も受け持っていただけると。やれやれ、人使いが荒いこった。とにかくいろんなところに顔を突っ込んでるからな。それで資格をついたやり方で有利な捜査体制を確立する。絡めてのセルゲイの面目躍如ということだな。よしてくださいよ、あんな昔の話。絡めてのセルゲイですか。なるほどという呼ばれ方ですね。昔の話だ。それでこいつらに関してはいいの。ええ、彼らにはしばらく友軍として動いてもらおうと思う。友軍ということ？通常の支援活動を行いながら何かあればバックアップに回れるようにするんですね。ああ、その通りだ。遊撃士協会と同じスタンスだが、彼らに頼り切るわけにもいかん。それにあんな連中が入り込んできた以上、予想外の事態への保険は欲しい。あんな連中、赤い星座。ああ、両兵団、赤い星座。ゼムリア大陸西部において最強と言われる両兵団の一つだ。現在多数の所属メンバーがクロスベル入りしていることが確認されている。ちなみに1年ほど前、あのヘイユーと共和国方面で大規模な抗争を起こしたらしい。物騒な連中だな。ってことはこの町でヘイユーと抗争の続きをするつもりなのか。いえ、基本的に両兵団はミラによって動く連中です。以前争っていたとはいえ再び争う理由にはなりません。そうだな、オルランド。まあな、縄張りを重視するマフィアと違って両兵団にはミラと戦場が全てだ。そうなると一つの謎が浮上してくるわけだ。どうして赤い星座がクロスベル入りしたのかっていう。一課でも探ってはいるが、その目的は未だ判明していない。ただ帝国政府の後押しを受けているのは確実なようだ。通商会議に関係することで何かを行おうとしている。もしくは共和国系の兵友への台頭を抑えるのが狙いでしょうか。まあどちらもあり得る。いずれにせよ通商会議において無視できる要素じゃないっていうのは間違いなさそうだな。ええ、無論です。ちなみに赤い星座だが、クロスベル市の周辺にも何度か足を伸ばしているらしい。もし各地を回ることがあればその辺りの動向も探ってほしい。了解しました。それでは支援要請に対応しつつ赤い星座の情報収集を行います。何かありましたら各方面に応援に行きますので。お、頼りにしてるぜ。遠慮なく頼らせて。
緊急度が高そうなのは警備隊とウルスラ病院からか。でもあのダグラス教官から呼ばれることになるなんてな。ダグラス教官、警備隊の副司令になった方よね。ああ、副司令になられる前は警察学校の教官をされていたんだ。基礎体力の向上から格闘訓練、トンファによる制圧術なんかを。もともと警備隊のホープとして期待されていた方だったんです。でもあの全警備隊司令に疎まれて官職に回されたらしくて。俺も演習で世話になったが、凄まじくタフな兄さんだよな。戦闘力で言ったら多分警備隊ナンバーワンなんじゃないか。なるほど、随分凄そうな方。でも警備隊との関係を考えると一度お会いしておきたいわね。ああ、挨拶かて。それとウルスラ病院に、あ、ヨアヒムに代わって薬学と神経科の両部門を引き継ぐ人物。まあどうしても警戒しちまうな。でもこのセイランドっていうのはどこかで聞いたことがある。確かレミフェリアあたりで有名な名前じゃなかったっけ。レミフェリアの医療メーカーでセイランド社というところがあるわね。太閤家ともゆかりのあるメーカーだけど、その関係者の可能性はあるかも。そうなるとそこまで怪しい。まあいい、例の薬についての話もあるみたいだし君の憧れのお姉さんもいるみたいだしね。ナース服が凄まじく似合ってる聖女様みたいな人なんだって。いやセシルネは昔からお世話になっているだけで、っていうかワジ面識ないのになんで知ってるんだよ。悪い悪い、俺が話しちまった。ランディ、ロイド、ちょっと動揺しすぎだわ。結構図星みたいで、確かに素敵な人だったからわかる気がしますけど。まあその先生に会う前にセシル姉には話を聞いておきたい。ヨアヒムが残したダメージから病院が立ち直れているかも心配。そうね。あ、でもしずくちゃんは今日は町に来て、さっきキーヤちゃんがギルドに遊びに行ってたし。ああ、今日は一日しずくちゃんと遊ぶんだって張り切って出かけていったな。ギルドにいるだろうから時間があったら行ってみよう。ええ、そうしましょう。しずくっていうのはあの風の牽制の娘だっけ。なあ、あのお堅いおっさんの娘とは思えないくらいのいい子だぜ。噂は聞いていますけど、すごく可愛い子みたいですね。普段も会ったことがあるらしくて、すごく。となると今日は挨拶がてらクロスベル各地を回るわけだ。赤い星座って連中の動向なんかも探りながら。ワジ、ああいい、こいつのツッコミももっともだ。元身内が言うのもなんだが、あの連中は正直シャレにならない。多分急行山に爆薬を仕掛けたのも連中の可能性が高いかもしれない。ランディ、そんな風に決めつけなくてもいい。おじきとシャーリー、あの二人のことはよく知っている。断言はできないが、支援家の力量を試したんだ。古巣を捨てた俺が流れ着いたのがどの程度やれる場所なのかは。それだけのために別に害意があるわけじゃない。
単なる好奇心であんなことをやれるような連中ってわけだね。あの程度のトラップなんざ連中に備えんじゃ。せっかく戻りはしたが、俺一人で連中の動向を調べた方が。だったらなおさらだ。確かに赤い星座というのはクロスベルへの来訪目的にしても帝国政府との関係にしてもいずれ突き止めていく必要だし、あくまで特務支援課俺たちにはランディが必要だし、ランディを一人にするつもりもない。ランディだって一人で動いて何かできる見込みはないんだろ。だったら勝手に動くなんて言わないでくれ。相変わらず大変で、でもそのこういう時に力を合わせるのが特務支援課なんですよね。ええ、もちろん。あの教団事件でも私たちは全員の力を合わせて立ち向かった。ランディ、今回も同じではないの？悪い、つまらないことを言いかけたみてえだ。ああ、まあ、とにかく車もあることだし、今日は支援要請を片付けながらベルガードマンやアルモリカ村にも足を伸ばしてもいいかもしれない。そうね、そういえばソーニャ司令の方はベルガードマンにいらして。ええ、そのはずです。通商会議に向けての対応で忙しくされていると思いますけど。ミレイユのやつもいるはずだし、そっちに顔を出してもいいかもな。それじゃあ、で、別に気にすることはねえぜ。あの世界じゃ珍しくもねえ話だ。それに団を抜けた時に俺と親父は縁を切っている。何も感じないわけじゃねえが、まサバサバしたもんだぜ。そっか、でも気が向いたらいろいろと聞かせてくれよな。一応リーダーとして相談に乗れることがあるかもしれないしさ。あ、ごめん、ちょっと生意気だったか。違う違う、なんだかんだ言ってお前も成長してると思ってな。お兄さん感慨深いぜ。あのな、ま、気が向いたら相談するかもしれない。そん時はよろしく頼むぜ。あ、あれ何してるの？二人とも忘れ物？ごめん、すぐ行く。そんじゃぼちぼちお仕事を。
任せてくれ。スイッチや私の曲を行きます。やあ、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。焼けるな。俺の番だな。せいや。よーし、そこ。うっしゃ。は。まあ、こんなもんかね。
せいこ。よっしゃ、畳みかけるぞ。えいっと。今だわ。みんな、やるじゃない。ここなら。それ。
立てて、ここ行くぞ。せいはっ。その程度じゃ俺たちは止められない。
よし、一気に行くぞ。おいさ、えいじゃ、私の番ね。よし、ここだ。よし、よっしゃ、いい感じだぜ。さすがですね。よし、ええ、行きます。行くぜ。行くぞ。
い、はっ、よっしゃ、畳みかけるぞ、せっと、えい、やっ、あたしの番ですね。そっか、皆さん、お疲れ様でした。
そうね。みんな気をつけて。了解です。はい、速攻行くぜ。Thank you.
よっしゃ、畳みかけるぞ。そこ行くぞ。やっと。まだまだいける。えいっ、よし、一気に行くぞ。おいでさ、チャンスだ。よし、よし、上出来だ。やるね。やっ、やっ、よし、一気に行くぞ。おいでさ、せっ、やっ、私の番ね。行くぜ。ぜ。任せて。へっ。俺の番だな。えいっ。はっ。よし、もう大丈夫だ。先生、気をつけなよ。了解です。俺の番だ。せい。よし。僕の番か。先生、はっ。無駄です。俺の番だな。えいっ、やれやれ。先生、はっ。みんな、大丈夫？ありがとうございます。よし、せっ、行きます。はっ。よっしゃ。いい夢は見られたかい？
みかけるぞ。了解。行くぞ。今だ。全部。上陸かな。ナイスファイト。セイッ。よっしゃ、たたみかけるぞ。了解。今だわ。みんな。ナイスファイト。ヘイト。みんなチャンスよ。アイサー任せてくれ。よし、速攻。任せろ。行くぞ。私の番ね。俺の番だな。私の番ですね。はよし、せいっ。まだまだいける。
手こずってるかい？はっ！任せて、そこ！任せろ！行くぞ！せい！じゃあ！はい！はっ！任せろ！ぜ！俺の番だ。やっと。悪いな、先に行かせてもらうよ。ここなら連れ。それ。まあこんなもんかな。それ。もんかな。それ。
まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。まずまずかな。